はい、こんにちは、おーちゃんです。ご視聴していただきありがとうございます。僕のチャンネルでは1970年代に東京は原宿でそのいでたちのかっこよさで当時の若者を虜にし、たちまち時代の寵児へと上り詰めたクールスについて独自な観点から取り上げ、動画としてお届けしております。僕の動画の特徴は、あらゆる資料からクールスに起きた出来事を史実に忠実に取り上げてお届けしている点です。なのでクールスについて知りたい方にとってはとても重宝するチャンネルになっていると思います。今回この動画でご紹介するのはクールスの遍歴についてお届けしていきたいと思います。この動画を見ることでクールスの遍歴がわかるとともに全体の流れがわかります。なので最後まで見ていただき、あなたもクールス通になってください。それでは最後まで見ていただければなと思います。原宿が若者の街としてファッションやカルチャーを発信し始めた1970年代、原宿はフランスのようにおしゃれな街として注目を集めるようになり、多くのファッション雑誌やメディアに取り上げられるようになった。流行に敏感な若者たちがこの街に集まるようになって、原宿から最新のカルチャーが次々と生み出されていった。1974年12月にそんな原宿に一つのバイクチームが産声を上げた。名前はクールス。現在ロックンロールバンドとして佐藤秀光さんがリーダーで活動を続けられている。そもそもクールスはバイクチームであり、黒の軍団と言われ舘ひろしさんがリーダーとして君臨していた。舘ひろしさんのバックにはサブリーダーとして岩城浩一さんが鎮座しており、当時名の知れた暴走族でもクールスには手出しができないでいた。クールスはキャロルラストコンサートでその名を全国に知らしめ、その人気からキングレコードからロックンロールバンドクールスとしてデビューすることに。このデビュー時のクールスは第一期クールスと言われ8人で編成されていた。ボーカル舘ひろし、水口春之、村山和海で先頭体制を取り、両脇を固めるのがリードギターのジェームス藤木とベースの大久保喜一、そしてメンバーの後ろから全体を仕切るのが佐藤秀光のドラムスだ。そしてサイドギターの飯田和夫と梅村光夫という夫人だった。この初期クールスはデビューまでのたった3ヶ月間という気概じみた条件をなんとかクリアしてデビューをすることになる。なんと不屈の精神が功を奏した形になった。そして1977年にクールスのリーダーだった舘ひろしがメンバーとの亀裂の結果クールスを辞めることになる。この時をもってクールスは終わりと言っているファンも多い。このあとバンドを続けていくのもお前たち次第だと言い残した舘ひろし。その後残ったクールスメンバーたちはグループを存続する道を選んだ。キングレコードからトリオレコードに移籍したクールスはクールスロカビリークラブと改名。初期クールスにはない音楽センスを開拓していく。ツインボーカルの水口春之、ピッピと村山和海、村が舘ひろしがいた時以上にロックンロールに磨きをかけ、情熱あるステージを繰り広げていった。しかしこのクールスロカビリークラブの活動をしていた時だった。水口春之に生涯これ以上大きなショックはないであろう出来事が起こってしまう。それは舘ひろし大将がクールスを去っていった時のこと。
クールスに残留を決めるきっかけになったあるメンバーの裏切り行為だった。裏切りを知ったピッピはそれを直接裏切ったメンバーにぶつけることなく自分の心の奥底にしまい込み封印する。しかしそれがピッピの中で消化できないことになり、ついに水口春幸ピッピがグループを去っていくことになってしまった。これがクールスロカビリークラブの終わりとなり、クールス RC の始まりでもあった。トリオレコードからポリスターレコードに移ったクールスは水口春幸の代わりにチョッパーの店員だった横山健を大抜擢ボーカルに迎えるのであった。学生時代に書いたというシンデレラリバティはジェームス藤木の編曲で素晴らしい曲に大変身、大ヒットとなったのである。作詞作曲ができる横山健の加入によってクールスの音楽性は大きく向上した。そして次々にアルバムを発表した。ビッグディール、ザ・ヒットを発表、チェンジリングス、オールディールスペシャル、ロックンロールジャンキー、ロックンロールバイブル、キングオブロックンロールを発表するも横山健が脱退してしまう。横山健の脱退理由は様々なことが言われているが、初期クールスの楽曲に戻せというレコード会社の指示が横山健の居場所をなくしたのだ。そしてクールスは求心力をなくし活動休止を余儀なくされてしまった。しかしクールスはここでも解散するのではなく活動休止であり、アルバム発表やライブは行わなかったものの、ゲスト出演という形で横山健はステージに立っている。この活動休止期間にはメンバーはバラバラになっていた。大久保喜一はアメリカに出向き音楽活動をしている。ジェームス藤木は一人ライブを繰り広げるもオファーが途切れてしまい、引っ越し屋のアルバイトを始めるします。佐藤秀光はチョッパーがあったのでバイクでしのげたのであった。飯田和夫と村山和美についてはこの間の情報がないのでわからないものの、ジェームス藤木と同じで何かのアルバイトをしていたのかもしれない。そんな状態だったメンバーにアメリカで音楽の武者修行をしていた大久保喜一が声をかけ、クールス再結集となったのである。佐藤秀光、村山和美、ジェームス藤木、飯田和夫、大久保喜一の初期クールスメンバーがオリジナルメンバーとして蘇ったのであった。オリジナルクールス90の誕生であった。積極的にライブも行い、アルバムも発表していったオリジナルクールス90。そしてその活動は今でも続いている。2020年には45周年を迎えたクールス、メンバーたちの年齢も70歳前後となっている。動けるまでバンドは続けると豪語する佐藤秀光さん、その活動を期待したい。ということで今回はクールスの遍歴についてお届けしました。この動画が良いと思われたならいいねボタンやコメントをいただくと今後の励みになります。最後まで見ていただきありがとうございました。それでは次の動画でまたお会いしましょう。おーちゃんでした。ではまた。バイバイ。